こんにちは。 KG 小林のフリーキック YouTube 版始まりました。FM 射水で放送していた KG 小林のフリーキックが現在移転改築中ということで停波になっておりまして、YouTube で流しております。私は小林和也、かつて FM 射水があった太鼓山ショッピングセンターの斜め向かいの富山県立大学射水キャンパスで教員をしております。大学はね、夏休みなんですけど、大学院の入試とか、会議とかがあって、決して教員は休んでるわけではありません。いろいろ大変です。また9月になったらですね、もう10月の講義開始に向けていろいろ準備をしなきゃいけないし、学会もあるし、片荒れ戦もあるしということでいろいろ大変なんですよ。で、その片荒れ戦ですが、今日、沼津と対決します。前回ね、小倉のミクスタに行ってギラバンツ北九州をやっつけてこようかなと思ったら0対2の惨敗でした。花火が打ち上がりましたけど、そんなの見ずにとっととホテルに帰って翌日山陽新幹線を泣きながら乗って帰ってまいりました。はい。で、先週のその次の試合なんですけど、ギラバンツに負けて連敗は絶対許されない。そして相手は松本山雅です。あの緑の軍団サポーターがね、退去して押し寄せてきて、みんなで声を合わせてちゃんと歌ってですね、圧をかけるというあの緑の軍団の山雅です。4月にあったアルインでのアウェイ戦ではですね、1対1で同点になったんですが、その後に2失点をして1対3の惨敗でアボートンネルを泣きながら帰ってきたことを思い出しました。そこでもうとにかく絶対負けられない、連敗できないし、まあね、試合が始まってみたらどうもね、山がね、応援は素晴らしいんだけど、なんか動きがよろしくなかったかなと。あんまり崩しのプレーとかが見られなくて、ロングボール、ロングスローとかを多用してですね、どうも連携プレーができてないかなみたいな感じでした。一方カタールはですね、連敗は絶対許されないんで相当練習に時間を費やしたと思います。なかなかね、ボールがつながってですね、セカンドボールが結構たくさん取れるわけですね。そこで前半の途中でですね、左側からボールがつながってですね、安光がディフェンダーなのに後ろから駆け上がってですね、左サイドから渡ってきたボールを最後ゴールの前で触って、先制点と、なかなか久々の動きの中からの得点というのが見られました。で、前半は1対0で終わりまして、追加点を取らないとね、何が起きるか分かりませんから、勝ち点3が1になり0になるというのはよくあることなんで、早く追加点欲しいよねと。で、後半山が立て直してくるかと思ったらやっぱりそれほどでもなくて、応援は相変わらず素晴らしいんですけど、カターレがですね、ボールを奪ったら左サイドを駆け上がってフセアがそこでですね、ゴールのペナルティーボックスの手前あたりで倒されてファウルをもらうわけですね。普通だったらそこでファウルもらったらフリーキックをするために陣容を整えてですね、キッカーとそれから壁になる人たちをうまくコントロールして、1、2分かけてですね、準備をして蹴り込むってとこなんですけど、その時はですね、松本山雅の選手がなんか集中力が途切れたようなんですよね。で、それを見ていた、フセアと安光がですね、クイックスタートをしました。で、山川の選手があれあれっていう感じで慌ててディフェンスに入るわけですが、そこでフセアがボールをゴール前に詰めていたマテウス、マッチに預けるわけですね。クロスを上げると、で、マッチは潰れちゃったんですけど、潰れながらもですね、足で、横たわりながらですね、足で横に足を払うようにして、ボールがキーパーの目の前をコロコロと左に転がっていくわけです。そこに高橋良樹がオレンジ色のスパイクをですね、動かしてドカーンと決めると2点目。素晴らしい。
もうね、クイックスタートでね、相手の裏をかくってね、本当素晴らしいです。やられた方は屈辱ですわ、これは。はい、そんなわけで山賀に対して2対 で山賀の攻撃もね、まあそんなに驚異的なものはなかったですね。で、そうこうしてるのにやっぱり3点目欲しいよね、4点目欲しいよねと。去年はね、6点足りなくて、得失点差で昇格を逃しましたんで、やっぱり稼ぐとこで稼いでおかないといけないと。で、小生投入でですね、さすがに相手の選手も小生はあのボール持たせたら危ないぞっていうんで、ボール持ってゴールの方に近づくんですけども、3人が囲んじゃってですね、もうこれ以上動けないと。でそこにあのスルスルと井上が上がってきてですね、井上っていうのはあの、ゴイゴイ、俺のプレーはゴイゴイするとかっていう、キャッチコピー でついあの井上っていうよりゴイゴイって呼んじゃうんですけど、なかなかねゴイゴイとかって言ってる場合にはあのゴールが決まらなかったんですが、決めてくれました。小生がキープしたボールを、フリーになった井上が、ゴールキーパーと1対1になって、決めると。そのシーンです。小生ゴイ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 、まあなんかゴイゴイとかしか喋ってませんけど、まああの彼にとって移籍後初ゴールなんで、まあ相当嬉しかったんでしょうね。あの他の選手たちもあの手荒くですけど祝福してました。3対0快勝です。山賀に快勝しまして、上位のね2位と4位の差が勝ち点4、4位は富山です。2位が、今治で、3位が沼津です。2位と3位がねあの直接対決してたわけですね。で引き分けだったらまあ良かったかなと思うんですけど、今治の方が勝っちゃいましてね、沼津が負けたので沼津と富山の勝ち点差は1になりました。つまり、3位を抜くためには沼津に直接勝てばいい。幸いにして今日の戦いは沼津との対戦です。つまり沼津を倒せば3位に上がれると。まあ、そんなわけで自動昇格の2位を何としてもゲットしたいと。というわけで今日の6時半キックオフの沼津戦来てください。台風でねいろいろ大変かなとは思うんですけど、どうも台風10号もあの九州上陸後ちょっと衰えてきたようで、まあそうは言ってもいろんな風が吹き込んでくるんでね、天候が急変するということあります。風が強かったりとか雨が降ったりして大変かもしれません。屋根のない喧騒でですね、一緒に戦いましょうとはなかなか言い難いんですけど、ここで沼津をですね叩けば3位に上がれます。自動昇格の2位まであと一歩まで迫れます。おまけにね沼津はね、去年2連敗今年もアウェイでつまらないゴールでやられました。つまり3連敗中です。沼津なんかね勝てないんですよ。そんなめちゃくちゃ強いチームじゃないのにやっぱり相性ってのあるんでしょうね。でもまああの山賀戦で素晴らしい試合ができたからおそらく沼津も倒してくれると思います。それに7時半頃にハーフタイムに花火が上がります。まあ、風が強いと多分中止になりますけど、まあ、花火だけじゃなくて、沼津を倒すためにぜひ応援に来てください。6時半キックオフです。よろしくお願いします。それでは本日の KG 小林のフリーキック YouTube 版はここまで。ではまた来週。